それではこれから Improving Sentence Compression by Learning to Predict Gaze というタイトルで、まあ、NACL2016 のペーパーを紹介します。紹介者は竹野です。よろしくお願いします。まあ、論文紹介です。まあ、文圧縮の手法のモデルに、人間が文章を読む時の、まあ、認識的な手法のファーストパスと、まあ、リグレッションっていう2つの指標があるんですけども、まあ、これを、文圧縮の手法のデータを、まあ、分子圧縮の手法のモデルに組み込むことによって、分圧縮の手法の精度が良くなったっていう話です。詳細を説明していきます。で、まず、まあ、情報をコンパクトに分かりやすくコンパクトにまとめたいっていう話が元々ニーズがあるとされていて、まあ、不必要な情報を消して、文章を短くする方法とかですね、その方法のために、まあ、何個かあって、まあ、文要約サマライゼーションと、まあ、文圧縮みたいなものがあります。で、まあ、他には、まあ、難しい単語を言い換えるみたいな変異化っていうのもあります。で、まあ、本研究で紹介するのはどちらかというとこの不必要な情報を消したり削除したりする、まあ、文要約とか文圧縮する方の立場で、で、まあ、要約、まあ、どういう手法があったかっていうと、まあ、ざっくり言うと要約で言うと、まあ、短文章要約やったら、まあ、リード法が、まあ、強力なベースラインだったんですけども、いろいろ研究されてきて、まあ、リード法が強すぎて、なかなか勝てないので、まあ、多文章要約、複数の文章から一つのコンパクトなサマライゼーションを作っていこうみたいな方にシフトしていって、そこで、まあ、よくあるのがレッツモジュラー性を利用した、最適化みたいな話が、まあ、2013年ぐらいまで流行ってました。で、まあ、最近でちょっと注目されているのが、まあ、文圧縮手法で、去年の ENP から発表されたんですけども、 LSTM とかディープラーニングの枠組み使って文圧縮する方法が、まあ、去年の2015年で提案されたやつが1個ありまして、まあ、これで1つパラダイムシフトみたいなものが起きていますと。で、まあ、どういうものかっていうと、まあ、文圧縮っていう1つの文を入力が1つのワンセンテンスで、出力もワンセンテンスで、短くなった分を出力するっていうのがあるんですけども、まあ、これが2015年に提案された手法で、シークエンス・トゥ・シークエンスの枠組みですね、機械翻訳とかでも有名になった手法の枠組みに、まあ、LSTM、単語をどんどん入れていって、最後に、まあ、全部入れ終わりましたよみたいな明示的なタグを入れてあげて、そこから出力を取ってあげるようなものです。で、この時の文圧縮の手法っていうのが、出力がこの Y のラベルが01で、削除非削除の、系列をして、削除データを最後、まあ、削除にあった単語を全て削除して、まあ、文圧縮をするっていう手法でした。で、これが、なかなかすごい性能を出したみたいでして、まあ、一つもう文圧縮っていうのはあまり積極的には最近研究されてなかったんですけども、まあ、LSTM によって最近、まあ、一個のパラダイムシフトが起きているというのが、まあ、導入です。で、まあ、この論文の貢献というのは基本的にこの LSTM のモデルを使っていくんですけども、異なる、そうですね、この論文の貢献の面白いと思うところは、まあ、認知科学、認知的な、人間がどういうふうに文章を見るかっていった認知科学のデータと、まあ、自然言語処理が統合されて、それを、まあ、うまくモデルを、その文圧縮のモデルを改善するっていう結果が得られたところが面白い、一番の面白いところかなと思っています。で、まあ、ディープラーニングのいいところなんですけども、いろんなデータをとりあえず詰め込めるので、まあ、ここら辺の統合も非常にしやすいというのがあって、まあ、結果として良くなったっていうものです。で、まあ、認知科学用に作られた、で、ここの論文で使うのは認知科学で、その人間が文章を見るときにどういうふうに文を見るかみたいなデータっていうのがありまして、で、まあ、そういう認知科学用のデータなんですけども、まあ、異なるデータセットと、で、まあ、自然言語処理のその文圧縮のデータはまた別であるんですけども、まあ、異なるデータセットをでも、まあ、マルチタスクラーニングの枠組みで、まあ、ディープラーニングみたいな深層学習みたいなことをすることによって、この異なるデータセットですね、コーパスが違うんですけども、それを、まあ、自然言語処理側のタスクでうまく活かすようにできたっていうのが面白いところなのかなと思います。で、まあ、簡単に今回使うデータセットっていうのを紹介します。今回使っているデータセット、コーパスっていうのには、まあ、2種類の評価指標が
ありまして、まあ、これが認知科学、人間の目の動きを捉えてそれを測定したようなデータっていうのが、でそれを文章に対応させたようなデータっていうアイトラッキングコーパスっていうのが ありまして、その中の指標にファーストパスとリグレッションデュアレーションっていうのが2つの指標があります。でファーストパスっていうのは何かって言いますと、まあ、文章を読むときに単語を初めて見たときに理解に費やす時間っていうふうに言っているんですけども、まあ最初の単語と言ってます、まあ、でも単語の長さとか頻度とか曖昧性とかに、関係するような、まあ、指標です。なので、まあ、文章を読むときに難しい単語が出てきたときに長く見てしまうっていうのが、まあその時の長さっていうのがまあファーストパスです。で他にもリグレッションデュアレーションっていうのがありまして、まあ、文章を全体見るんですけども、一回見た後にもう一回文章を見返す回数とか、最後の方文が長ければ長くなるほど、まあ、文頭に戻ってもう一回この動詞が疑問文だったら何を聞いてるのかとか見返したりするっていうのが、あると思うんですけども、まあ、そういうのを測定するのがリグレッションデュアレーションで、まあ、一見した後にかかる各単語のもう一回見ている時間とかっていうのをリグレッションって言います。で、まあ例えば、まあ、これが何になるかっていうと、人間が文を理解するときの単語の重要ですよね。文章を見たときに人間がもう一回見返すようなところっていうのは、なんかそれが重要な単語になりやすいっていう状態、情報が入ってるのと思われます。でこれらの、まあ、テキストに対応付けたデータがありまして、まあ、これらの値を、まあ、データ中の分散を基準に、まあ、離散化します。で、まあ、人によってこのどこにファーストパスするところとリグレッションする、もう一回見返す箇所っていうのは全然違うので、このデータセットの、まあ、何人かその評価した人がいるんですけども、まあ、それの平均をとってそれらがどれだけぐらいばらついているかっていうのを、まあ軸に離散化してます。で、全く見返さない場合が0にしておいて、で、まあ、分散何かしら、まあ、注目が当たる場合には1から5の値で、高ければ高いほどばらつきやすいっていうことを表します。で、まあこれはい、まあ、実際にちょっとイメージがしづらいので、まあ、はい、おっとすいません、文が1個抜けてるんですけども、はい、まあ、例がこんな感じです。 Artualist entities、まあ、by these attractions treating their very existence っていう文があったときに、まあファーストパスの値だとこんな感じになっていて、リグレッションの値を与えるとこんな感じです。まあどういう感じかというと、まあ、ファーストパスっていうとこういう単語が目につきますと。でも最初にまあ R が来て、なんか倍が来た、でその後になんかここにいきなりゼアが出てきて、ちょっとここで止まるわけですよね。っていうのが、まあなんかこういう一つのなんか文の区切り目、こういうのは疑問詞の区切り目になってたりしますし、節の区切り目とかっていうのがこういうファーストパスっていうのが現れやすいのかなと思われます。で、まあ、リグレッションデュアレーションって言っているのが、この場合だとこの文末のやつと文頭の単語らへんですね、あとこの動詞とかです。例えば、まあ、このまあ文ちょっと長いのでここ見返した後に何を聞いているかって、もう一回ちょっと前の方を見てみたりすると思うんですね。でその時に、まあ、ツアリストがアーなのか、アーツアリストっていうのがあって、その後にまあなんかスリーティングゼアベリーエグジステンスみたいな文があって、ここら辺がまあ文意を捉えるのに必要な単語になってくるというような、まあ情報がこういうデータセットから得られるようになりますと。はい、っていうのが、まあファーストパスと、まあ、リグレッションズっていう指標になります。でもこういうのは認知科学の方で、まあ、研究されていて、でそういったデータを使って文圧縮の方に生かしてみようっていうのがこの論文の、内容になります。でその際に、まあどういうふうに枠組みとして入れていくかっていう方法で、マルチタスクラーニングっていうのを使っています。マルチタスクラーニングっていうのは何かって言いますと、まあ大枠の枠組みがこういうふうになっていて、一つの単語が入った時に、まあ、ここになんか何かしらの階層がありまして、その出力するラベルがあるわけですね。でその際にマルチタスクラーニングっていうのは、まあ、この圧縮削除か非削除みたいなものを分類するモデル以外に、CCG のタギングですね、スーパータグタギングの、まあ、CC タグっていうのがあるのと、あとさっきの先ほどのこの、ここの値を予測する
ていうのを一緒に、電波学習誤差の伝播をさせる際に、まあ、この出力の層にそういうデータを入れてあげるっていうような、で学習するときに、まあ、この学習を伝播して学習する。で、マルチタスク、まあ、例えばタギングの学習とそのコンプレッションの学習が同じ層を使ってやるようになるので、例えば、パラメータを共有することで、まあ、圧縮するために必要な情報っていうのを伝播していくんですけども、その際に、まあ、CCG のポスタギングの情報も考慮しながら、まあ、圧縮学習することになるため、まあ、あるパラメータを、まあ、この層を共有することによって他のタスクのパラメータっていうのがあるタスクの、まあ、生息化学習をうまく化学習を抑えるような働きをするっていうのがマルチタスクモデルです。で、一番普遍的なマルチタスクラーニングっていうのが、一番上の出力層に、まあ、ポスタギングと、その先ほどのパラメータゲイズの推測をするためのタギングですね、クラシフィケーションですね、クラシフィケーションとあとコンプレッションですね、圧縮するか圧縮しないか日のラベリングの、まあ、やつをそのまま一番上の層から、まあ、フィードバックしていくようなモデルが一つ考えられると思うんですけども、ここでこの論文で提案しているものにもう一個にカスケードモデルっていうのがあって、カスケードモデルだとこの圧縮する場所は一番上にあるのは間違いないんですけども、このタスクの部分を下の層のところだけに持ってくる。でこっちの層を学習するときにはこっちの層上の層には伝播しないように、学習を行う。でここの層だけに伝播するように学習を行うみたいな形で、まあ、学習するカスケードモデルっていうのも提案しています。で基本的な枠組みは、まあ、ちょっと説明が最後になってしまったんですけども、単語1個目単語2個目単語3個目が入った時に、バイディレクショナルな、まあ、こうネットワークになっていて、まあ、単語1全部入れ終わった後に最後に出力としてこういうラベルをどんどん系列として出していくっていう形になっています。はい、まあ、詳しいバイディレクショナルの LSTM とかの話は今回省略します。で学習するときに、今回マルチタスクラーニングでデータセットも違うって言ったんですけども、まあ、学習の際に結構まあ苦労されているようで、圧縮の学習のデータと、CCG タギングのデータとマルチタスクのデータの3種類があるんですけども、まあ、学習する際にはこの3つの中からランダムにタスクの1つ選択して、でそのタスクの中からランダムにインスタンスを1つ選択するっていう方法で、学習を行っていますっていうのを、まあ、繰り返しトライすることによって、うまいモデルを作ろうとしています。で、まあ、ディープラーニングあるあるなんですけども、損失関数とパラメータチューニングが大変そうっていうのがあって、まあ、We use the deep LSTM predict a label sequence suffer loss with respect to the true labels and update the model parameters って書いてあるんですけども、まあ、このなんですかね、学習率とかいったパラメータをチューニングするのは相当大変だったみたいです。はい、でここまでがまあ理論的な枠組みです。でここからまあ評価になるんですけども、まあ、データセットとして、まあその認知科学的なデータセットとして、まあダンディーコーパスっていうのは2003年にすでにあって、まあ、このデータを元にまあ学習を行っています。でそこから分圧縮の評価用のデータセットとして2002年のジフ・デイビスとブロードキャスト、2006年に提案されたまたブロードキャストと、去年のまあ有名になった一つのまあ分圧縮の手法の、まあ、Google っていうコーパスの3種類を使って今回比較を行っています。で、まあ、Google の去年提案された分圧縮の手法っていうのが、文のタイトル と、最初の文のセンテンスを使って、まあ、分圧縮用のデータセットを作るっていうものでして、まあ、Most Aggressive Compression っていうように書いてあるんですけども、このまあ元のソースがあったとしたら圧縮分はこれぐらいになるっていうような、まあ、すごい減り方が激しいようなコーパスにはなっています。はい、っていうのが、まあ、この Google のコーパスになります。で、その結果になるんですけども、まあ、結果としては、まあ、こんな感じになりますと。
ベースラインが、このゲイズ、その先ほどの認知科学のデータセットを使わないもので、それを、で認知科学のデータを使ったものっていうのが、この2つになります。で、この表が、まあ、彼らが提案したシステムの表になっていて、で、今までのステートオブザアート手法の値っていうのはこういうのになります。で、各データセットによって違っていて、ジフ・デイビスとかだと、まあ、0.72 で、プロドキャストだと 0.75 で、Google だと 0.80 ってぐらいになります。で、まあ、Google とか持つと、一番アグレッシブに分圧縮する手法ですと、提案手法でいうと、まあ、0.8097 ぐらいなので、まあ、0.1 ポイントぐらいですね。1ポイントぐらいの差が、まあ、ついたぐらいで、あまり大きな差はついてなくて、ついてません。あ、すみません。これは F 値です。分圧縮の 0.1 のラベリングで考えた時の F 値になります。で、まあ、ここら辺にはあまり差はつかなかったんですけども、ジフ・デイビスとか、プロドキャストのニュースとかで言うと、まあ、ベースラインが 0.56 で、ちゃんとその認知科学のデータを突っ込むと 0.74 まで上がっていて、これがまあ、約2ポイント近く上がっているという結果になります。で、まあ、真ん中のブロードキャストデータが3つあるんですけども、これは、アノテーターが、じゃないですね。リーダーが、分の、ブロードキャストの分圧縮の手法に、まあ、圧縮パターンが3つぐらいあるみたいで、まあ、それの圧縮パターンを、それぞれのユーザーで見た場合の、あのデータで見た場合の、まあ、その結果になります。で、これもまあ 0.75 ぐらいだったんですけども、最高値で 0.82 近くまで出ていて、まあ、かなり改善しているってことがわかります。はい。で、まあ、このことから、まあ、認知科学のデータを突っ込む、認知科学のデータと、まあ、分圧縮手法をちゃんと組み合わせることによって、まあ、Google の出したようなデータセットはあまり効果なかったんですけども、このような昔からあったデータセットの分圧縮の手法っていうのがかなり大きく改善したっていうのが今回の研究の方になります。はい。で、まあ、結論です。まあ、今回の論文で、まあ、認知科学的なデータと自然言語処理の枠組みを統合したような分圧縮手法っていうのが提案されました。で、まあ、全然もともと自然言語処理のために作った認知科学のデータではないので、まあ、異なるデータセットだったんですけども、まあ、それをうまく学習の際に与えても、まあ、精度の改善が行えるということが示されました。で、まあ、こういうその枠組みを使うと、まあ、ユーザーの特定のユーザーの先ほどの認知科学のデータを与えてあげれば、まあ、ユーザーオリエンテッドなユーザー志向な、まあ、モデルの作成が行える可能性があると筆者られています。まあ、ここら辺はまだちゃんと十分な検討がされていないので要調査です。で、まあ、こういったようにで、ここから僕からの感想なんですけども、まあ、この論文でもあったように、まあ、いろいろな情報が割とフレキシブルに統合可能なのが、まあ、深層学習の枠組みかなと思っています。で、まあ、面白い、こういう認知科学とか自然言語処理とか枠組みを超えて統合できるというのは面白いんですけども、まあ、再現とかっていうのは相当大変そうだなっていうのがやっぱりの印象です。で、ここら辺はまあコードの公開とかモデルの公開により少し解消できるんですが、まあ、少し、何ですかね、積み上げていくっていうところでは積み上げづらい性質があるので、まあ、こういう積み上げづらい性質っていうのをどうやって解消していくのが研究として大変そうだな、業界全体として大変そうだなっていうのが思いましたっていうのが今回の論文紹介になります。はい、以上で発表を終了します。